なんかね、逆行く感じなんですよ、逆。はい、どうも。バーチャルシンガーソングライターの本住吉奈々です。今日はね、プリティウーマンです。名曲アナリーゼシリーズ。第何弾か忘れました。プラグイン探求もさ、ナンバリングいらない気もしてるんですよ。いや、まあいいや。そんな感じですわ。ほいで、プリティウーマン、あれ画面が乱れておるのですが、ですね、まあこういうことでさ、1964年の曲なんですね。ロイ・オービンソンっていう人の曲で、で90年にプリティウーマンという映画がヒットしまして、まあそれですごく有名になった感じですね。ジュリア・ロバーツ合ってる？まあいいや、こんな感じですよ。で、ですね、まあそんな感じなんですけど、まあ実際の曲の話をしますか、さっさとで、これ転調が入るんですよ。ちょっとあれを BG 切ってキーボード出しますね。最初がさ、タタタタタンズズタタ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 タ、まあ E7 ですよね。最初イントロ E7 して E のブルースかなって思うんだけど、そうではなくて単なる A のドミナント、ドミナントがずっと続いてずっと続いて A に行くっていう、まあここは別に転調とか特にないんですけど、でそれで何言ってる、こう二回しした後にここでね Dm に行くんですよ。Dm G7、 ここメロを忘れてるけど、忘れてるっていうか知らないんでコード進行だけ追いますけど、こういうミドル8があって、ここも二回しするんですよね。C に行くのね。C に行って、まあ、Dm から始まる 2-5 Dm-G7C で Am 挟んで Dm-G7C っていうコード進行なんですけど、この A っていうコードが最後出てくるんですよ。この A ってさ、 Dm に戻る感じしません？だけど、この一回し目はね C のままなの。 Dm-GC でもう一回 Dm に行くんですよ。なんだけど二回し目はこの Dm-GC 行ってからこの A に行くんですよ。 A に行ったら Dm に行きたくなるのが、これが人情なんだけど、そうでなくて、この A を利用して、あ、
これっていうのはつまり、D に対するドミナントだよね。 D マイナーに対するドミナント、つまりセカンダリードミナントってやつね、として A が来てるんじゃないかと、そういうふうに予感させておいて、これを裏切って最初の調のトニックの A なんですこれ。でもまあ D マイナーも出てくるんだけどね、不思議と。さあ不思議じゃないか、サブドミナントマイナーとして。サブドミナントマイナードミナント、感じですね。ということでですね、なんか分かりましたか？今日説明がめっちゃ下手だった気がするんですけど大丈夫ですかね。転調するときに C と A を行ったり来たりするんですけど、うん、まあ最初の C にのキーに行く、 E7 から D マイナーのコード進行で行くところは、まあいわばダイレクトな転調なんですけど、ダイレクトモジュレーションなんですけど、この C から A に戻るとこ、ここで、なんだろうな、そのセクションのね、元の最初のコードに戻るようなセカンダリードミナントを使ってきて、あ、もう一回戻るのかなって思わせといて、それを裏切って、もう、A に戻るっていう。ところ、ここがちょっと面白いんで、面白いんで、そこ注目かなと思ってます。そんな感じ。名曲アナリス、今日はこの名曲でわかるコード進行の秘密からという本から取りました。なので、なのでじゃないな。取りましたっていうだけですね。はい。これも、もうちょっとしたら、もうちょっとしたら終わりますよこの本を。終わったらもうなんかこのシリーズも終わろうかな。分かんないですけどね。はい、まあまあこの本に書いてある説明に関しては何もしてないですので、本を読めば別のこの元住吉七尾の感じたこととは違うなんかが発見が得られるかもしれない、そんな感じですね。取り上げてほしい曲とか、もし質問箱とかにお上げてくれたら取り上げますね。よろしくお願いします。 BG 出した方がいいよね今ね。すんませんね。あとキーボード消した方がいいよね。はい、ほんじゃおやすみ、よし、じゃあね、元気、間違えました。